はい。では、メインクエスト。国境地帯を進めていこうと思います。ちょっと探索いっぱいしたいところなんですけど、一旦これをやることで、いろいろサブクエとかも開いていく気もするので、一旦じゃあちょっとこの国境地帯を、そのままちょっと寄り道しないで、ちょっと進めていきたいと思います。まあね、探索というか、チェーンスレイプ、クレイプの、まあ、周りとか、まあ、巡ったりとかあると思いますけど。はい。というところで、じゃあ、読んでいきましょう。禁じられし西部に入って、サイレンスの後を追うには、まずカージャの国境で行われる会合に参加しなければならない。しかし、見たこともない恐ろしい機械がアーロイの行く手を、ね、行く手を遮ると。はい。というところで、じゃあ、始めていきましょう。ね、エレンドとね、出会えるってのもでかい。あ、出会えるのかわかんないですけどね。それもでかいですね。なんで、じゃあ、始めていく前にスキルが1個上げれるので、戦士の、これをね、せっかくだから上げておこうと思います。レゾネーターブラストというね。うん、ちょっと使ってみないとわかんないですけどね。はい、ダーン。上げました。はい。という感じで。では、あ、ノートでチュートリアル開いたかな、もしかしたら。よし。では、行きましょう。エレンドを探す前に、チェーンスクレープで弓を改造するのもありか。おぉ。そうだね。エレンドを。そして、早速ドキュメントない、これ。ドキュメントだ。あ、なるほどね。あ、そっかそっか。なんか昔のやつだと上のメーターのところに、ね、ドキュメントの場所みたいなのって出たと思うんですけど、それないんすね。うん、これで判明する感じだ。ああ。じゃあ、ちょっと読んでいきますか。この風景から見た方がいいかな。はい。では、ドキュメントを読んでいきましょう。これですね。はい。指令の命令。はい。では、スキャンした記号？へぇー。え、これは何のカテゴリー？スキャンした記号。巻物、短い羊皮紙の、巻物、公式な印が押してある。ノザール司令より、恐れの谷のすべての住人に対し以下を告知する。来る会合への、来たる会合への準備として、照度の光と、犯されざる地を隔てる門はこれより閉鎖される。追って沙汰あるまで何人たりとも通行は許可されない。いかなる一派、家系、部族に即していようと例外は存在しない。過去に生じた苦情や誤解を踏まえ、オセラムに対しても例外は適用されないことをここに明確にする。この布告以前に通行許可を得ていた場合もその性質や時期を問わず、現時点でそれは延期または無効となり例外は存在しない。以上を踏まえた上でも確信の持てないもののために繰り返す。状況、理由、法的契約の類に、関わらず、通行禁止令はオセラムには適用される。苦情及び保証に関する問い合わせは私の副官であるラワンまで届け出る。と、太陽の光のもとにこれを記す。照度の光。指令、ノーザール・アリン・クバマ。へぇ、そんな厳重、厳密に、排除している。排除というか。ちょっと待って。これで、さっきのやつはデータポイントで。記号？あ、これか。スキャンした記号ってやつでしたね。
あー、なるほど。スキャンした記号、1個目でした。うん。まあ、だいぶ厳しいですね。こう、通れない。はい。という感じで。よし。じゃあ、続きをやっていきましょう。うん。こういうところにはね、結構いろいろありそうですね。じゃあ、こいつのお話聞いてみる。よし。博学のフワディさん。博学。どんな博学なんでしょうかね。考えをまとめておきます。はい。ではこれで質疑。考えというよりは態度を変えといてもいいんだよ。できません。ああ、そうですか。話があるのならばチェーンスクレープでしましょう。ひどい匂いですが仕方がない。あ、そうですか。なるほど。いや、お疲れ様です。あ、ごめんなさい。ちょっと、いや、なんかすごい頑丈な宝箱ですね、それね。すげえ。水着から出発します。あ、了解。それではチェーンスクレープ。うん、分かった。じゃあチェーンスクレープまで行きましょう。いや、ちょっと待ってよ。いや、あれは見たから、そしてあそこら辺はよくわかんない。じゃあ、うわー、すげえ。マジですげえな、これ。本当に、いや、すーごすぎないっすか、これ。どこまで、ああいうところとかも全部行けるわけですもんね。あ、何あれ、絶対登ろう、あそこ。うわ、オープンワールド始まったな。始まったな、オープンワールドが。焚き火を発見しました。焚き火？どれ？あれか。発見済みの焚き火から焚き火へのファストトラベルは全然いけると。はい。じゃあ、あれ、ああ、そうか、もう発見していることになってるし、ファストトラベルはないと。まあ、とりあえずクイックセーブ。時間進めるとかできなかったっけ。こういう感じだ。うい、やべ、バッテリーがなくなる。これさ、一旦配信切るか。いやいや、まだ行くっしょ。どうするこれ。ちょっと倒したりと。ん？あの野営地、機械に襲われてしまったのか。この谷はかなり危険な場所だ。ネズミだ。ね、すいません。ネズミだいません。意外とね、そういうのね、大事だったりするよね。動物の何かとか。うわぁ。わっと待った。あぶな。やばい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 。はい。開いてー。はい。あ、これ？これぶつけた上でこういうこと？おー、なるほど。あー、なるほど。いや、すごいね。
なんか戦闘のバリエーションもすごい増えた感じがするよ。あ、こことかもうめっちゃ襲われちゃった。あ、イノシシだ。失礼、すいません。ちゃんとね、あの無駄にするわけじゃない、娯楽とかでそう倒してるわけじゃない、ちゃんとね糧にさせていただきます。すいません。いやいや全然結局寄り道してるよって感じする。早いな、イノシシとしてヘッドショットで死なないしね、一撃。お、何か入ってた。なんか、あ、え、これも壊れんだ。へぇ。すげえな、インタラクションがすごいね。あ、何か。うわ、すげえ、というかもう厄介。どんぐらいの距離でさ、それ見れたの？見れない、見れない。やっぱこれだ、これなら。グリーンシャインで、これが出てくると。じゃあこのドキュメントを読んでいきましょう。印かな、これ。魂信者の生存。巻物。じゃあ、あ、やべえ、マップ出すの忘れちゃった。まあ、いっか。ここにありましたという感じ。よし、じゃあやる。はい、ではこちらにありましたという感じで、お日様神社の聖地というね、データポイント。はい、スキャンした記号ですね、これね。巻物、油で汚れており、急いで書かれたような文字で埋まっている。お日様信者とのと、その焦げついた外交にはうんざりだ。回りくどいが、言い回しはやめようではないか。カージャが言う、テナークスのつま先は踏むべからず、なんていう綺麗事と一緒でな。ちなみにそれは正しい。連中にはあの野蛮人を恐れるべき理由がある。だが私はカージャじゃない。私は単なる気まぐれで、西部を何度も何度も侵略したりはしてない。階段なんて私には関係ない。これだって要は白旗振ってどうか殺さないでくださいと頼みたいのを体のいい言葉で置き換えているだけだろう。今、私は壁のこっち側で立ち往生だ。でもカージャが余計な剣を振るったからだ。今は状況が違うだろう。三王アバードは和平が進めているだの言うが、私みたいな市井の者の発掘や兼商人兼鍛冶屋鍛冶師は、祭司と有志たちがあそこでやるお茶会がだかなんだかわからない限りここから動けないのだ。もちろん壁の向こう側にいる私の仲間たちもな、門が閉まってからあいつらだって援助も物資も受けられないというのに、一体あとどれぐらい待たねばならないんだ。三の祭司の到着を待っているとか言ってたが、そもそもあいつらが問題を起こした張本人じゃないのか。あいつらが三の凶を起こらせて西部を侵略させたのではないか。うん、確かに。
これを書くことで頭を覚まそうと思ったが、むしろ余計に腹立ってきた。門を迫っている。時間が伸びれば伸びるほどシャードを失うことになるのだ。もうたくさんだ。私はショードの光に向かう。誰かがどうにかして現状を打破しないと、もはやどうにもならん。なるほど。そういうスタンスのね、やつ、人もね、もちろんいるよね。はぁ、ワフェ、進めてるだろ、なんだかんだろ、知らんと。商売はさせなさいというね。はい。お日様神社の政治っていうのまたいいですね。はい。というところで、スキャンした記号でした。はい。では、じゃあ行きましょう。ああ、綺麗すぎるよ。このエメラルドグリーンみたいなのなんなん？あのマークはなんなん？助けて。助けて。これなんでしょうか？グリーンシャインってなんでしょうか？しかもちゃんと明るさがあった。これもあったね、記号。希少で価値のある資源、グリーンシャインのかけらを発見した世界各地で見つかるグリーンシャインがあれば一部の武器や、グリーンシャインって特定なのかな？無限ってわけではないのかな？チェーンスクレープって書いてある。あ、こういうね、暗号というか。ああ。オープンワールドやべえな、本当に。やっぱこの背景の美しさにちゃんと意味があるっていうのがいいよね。あ、なるほど、こういうところでも OK。なんか人の営みを感じるな、ちゃんと。あ、なんで？これいいの？取っちゃって。すいません。すごいな、本当に。倒せん。そうか、今まだ何も呼べる状態じゃないか。あら、お亡くなりになってる。イノシシだ。倒したのかもしれない。ほう。地面が三まみれだ。うん。ブリッスルバックか。ブリッスルバックか。やったぜ。とりあえず弓を、ね。そうだね。ちょっととりあえず行きましょう。なもたもたしたら永遠に。何も進まない。綺麗すぎてとりあえず引くぐらい。へい、で、ありがとうございます。骨をゲットしました。いいですね。はい、お邪魔します。はい、救世主です。お入りになられますか？はい、入れていただけると大変ありがたいです。はい、じゃあチェーンスクレープ、初めて入っていきましょう。こんにちは。お疲れ様です。チェーンスクレープへようこそ。はい。開けてくれ。許可は得ている。うん、はい。わかりました。もう顔パスみたいなもんだよね。おお。やだ、驚いた。わ、ペトラじゃん。ペトラ。おお、すごい。大砲作ってた子、た子っていうか人だ。ああ、よかったね。ああ、いいね。ちょうどいいところに来てくれた。おお。来て。おおおおおおお、いきなり。うん。結構長いのここ。今ここで手に入るのは酒ぐらい。ああ、まあね、流通が止まってるからね。それは
はここ最近の話ね。チェーンスクレープはいつも問題だらけだし。あ、そうなんだ。今の悩みの種はあれ。私らには関係ないな。ブリッスルバックは皆の問題でしょ。じゃあ、知ってるの？うん？あいつの話は酒を飲みながらするのが一番。なんか肌の質感がいいね、本当ね。ペトラ。長居はできないんだ。そうね。だけど門がね開かないことにはだからね。照度の光で階段がある。ためにはそれに参加しないと。ああ、なるほどね。飲んでる暇なしか。けど結構あっちが来るのも時間かかるんじゃない？よかったわ。ほら行くんでしょ。いや、けどまあありがとうね、あの時は。もし友達とビール片手に騒ぎたくなったら酒場に寄ってって待ってるから。ありがとうありがとう。こういうコミュニケーションね、あんま得意じゃないからね、あるね。ウルバンドは厄介なやつらしい。ペトラの力になってやれるかも。でもその前に作業台を見つけて弓を強化しないと。そうだな、なんかサブクエみたいな感じがするな。とりあえず弓のアップグレードしますか。はい、カットシーン。ああ、すげえな、しかし。とりあえず弓のアップグレードと。で、このハテナがサブクエだよね。OK。ああ、やっべえな、こりゃ。すごいな、待ち感が。あ、子供もいる。こんにちは、救世主のアロイです。皆さんこんにちは、お邪魔します。あ、すいません、アロイです。ハクンドさん、名前がある。名前があります。ちょっとじゃあハクンドさんお話してみるか。ハクンドさん、店はやってないか。作業台はやってないんだ。ちょっと使わしまっていい。あ、ありがとうございます。あ、自由なんだ、それは。閉店中だよ。閉店中。槍とかいい感じだね。っていうかなんかお店の感じとかもいいね、これね。はい、じゃあ使わせていただこうかな。はい、じゃあ武器のアップグレードをしますか。スリングしかでアップデートできない。じゃあ違う、これか。狩人の弓をアップグレードすると。これをアップグレードするとなると、どんな素材が？あ、シャードとか。ああ、そういうのが必要になってくるのね。OK。まあ、攻撃力とかも上がるし、とりあえず狩人の弓をアップグレードします。初めてのアップグレード。新しい武器の特性です。狩人の矢3。これが使えるようになることで、結構いろんなね、特性に対応できると。まあ、これもアップグレードできるんだけど、しちゃう？もうすでに。しちゃってもいいかな？いい気がしてきた。いいのか。まあ、せっかくね、あるしね。ああ、どうしよう。いや、まあ、いっか。アップグレードしよう。まあ、狩人の弓いっぱい使うでしょ。改良。オッケー。ゲット。はい。アップグレードしました。てか、まあ、あと何？防具もアップグレードできるんだ。まあ、ここまで行ったら、あれだ、上がるのか。ノラの申し子、アーロイ。罠の作成もいける。薬の、ポーチ。あ、ポーチ！ポーチ大事なんだよな、これ、やっぱり。ああ、やっぱ毛皮だ。ああ、あれだ。もう爆弾のカバンとかあげれんじゃん。
あ、もうね、ポーチよ。ポーチポーチ。ポーチポーチ。ポーチポーチ。ポーチがもうね、すべて。リスね。オッケー。じゃあこれ、川をひたすら探すフェーズ、設けていいよ。はい。所持品に3ダメージ与える矢弾が追加されたと。フォーカスで敵をスキャンすれば3が弱点かどうかがわかると。サンキャニスターに3の矢を当てれば大きな爆発、属性爆発。オッケー。よし、これでいい。よし、これでいい。メレンドを見つけてブリッスルバッグを片付けてくるか。そうだな。よし。じゃあ、一旦、これで、弓アップグレードまでできましたと。はい。どうしよっかな。でもね、いろいろこの街を散策したいところなんですが、これ何？各地の集落をはじめ、様々な場所にアイテム保管庫がある。持ちきれない個数のアイテムを入手した場合、超過分は保管庫に置かれ、保管庫ではアイテムを個別に入れ替えられるか、マジで。あ、これ超いいね。てか、保管庫のデザイン、かっこよ。うわ、いいね。その機械のさ、ものを、そのまま使っ、ちょっとアレンジして使ってる感じとかさ、それをなんか紐で結ぶことによってちょっと取っ手の感じとかもやってて、超いいじゃん。しかも、まあ、そもそも保管庫がありがて、マジで。マジでありがたい。保管庫って毎回もうほんと、ね、大変だったからね。うん。頑固っていうかもし、超絶ありがたいですね、これは。無駄になんないじゃん、そしたら。なんかもうアイテム整理で大変だった覚えがあるんでね。よし、じゃあ OK。未確認。もう大変だ。大変だ、大変だ。大変だ、大変だ。大変すぎてもうどうしたらいいのかよくわからんのは、本当にもう、まあ。とりあえずもうエレンド、これ行こう。これ行こう。これ行きましょう。もうさっと行っちゃいましょう。ね。もう、この中は、後で探索しまーす。こんにちは。みなさん、こんにちは。あ、ちょっと間違えました。え、なにこれ、自動で動いてる。すごっ。わ、すごっ。なにこのシステム。これあれだ。木を、ここに丸太置いて、水で運んだ上で丸太で置くことによって、ここにコロンコロンってなるんだ。で、材木。そこ、ここで切ってる。わー、すごい。そういう営みがもう、本当にこのディティール感、やば。はー、感心しかしてないわ。よし、ちょっと待って。はい。では、じゃあ、エレンドのところに向かいたいと思います。もう、本当にすげえな。これやべえな。ちょっと待って。このペースでやってったら、まずそもそもね、終わりません。ちょっとエルデンとか言ってたけど、ちょっとマジで無理かもしれん。やばいぞ、これ。予備があれば安心だ。そうだな。安心だな。どうこれ。状況として。スクランジャーね。オセラムをやったのはブリスルバックか。エレンドとヴァンガードが無事だといいけど。そうだな。エレンドとヴァンガードが無事だといいけど。どうなんだろうか。カイロに行けばオーバーライドの方法が分かる。カイロも行きてえな。弱点、資源コンテナ、連鎖反応。
まあバレた。まあいいや。とりあえずいいや。しかとしかと。わあ、なんか撃ってきた。わあ、ちょっと待って、なんか奥にもやべえな。あっぶな、あっぶな、あっぶな。ちょっと待って、ちょっと待った。こんな感じになるとは思わなかった。一旦ちょっと。やばい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 。新しい花もゲットしたけど。行って。まだ追ってきてんのこれ。すごいな、察知能力が。こんなことになるとは。でやりたいことがあったんですが、さっきなんかいなかったでけえやつ。気のせいか。気のせいだ。まだ見つけてない。あかん。命川とかがやっぱいっぱい必要なのよ。懐かしいな、この動物たちを狩らざるを得ない感じ。一体に仕掛けられてる。息つく暇もない。あいつ？待っていろ。どうにかしてみる。オッケー。トラップワイヤーに誘導してみろって言われた。すごいいろいろ物資がゲットできた。トラップワイヤーいっぱい仕掛けてる。うん。全にいろいろ用意してくれてる。あれカラス。あ、間違えた。何これ、3のトラップをいつも行こう。そういや、3の矢作ってね。作ってた。全然来ないけど。あの機械は氷が弱点だ。お、変わった。継続ダメージ。OK。じゃあやりますか。芸術的な仕掛けだろう。芸術的な仕掛けではあるけど、すぐ耐性があれだから、あんまり引っかからない感じに。
行って。いや、シンプルにこの人数で戦うのきつい。おい、うっと、やばい、死んだ。初死にか、嘘だろ、ここで初死にか。いや、やったな、これは完全にやったな。ごめんなさい、初めて死にました。悔しい、まあ、しょうがない、そういう時もある。よし、ちょっと油断してた。やっぱ時間も時間だからね、結構油断してたらシンプル。これ結局やっぱサイレントアサシンを狙ってった方がいい気がすんな。おっと、間違う、ちょっと上に行くのは、ね、マークワンって言ってるか。はい、いただきました。有効活用する、有効活用するにもね、結構場所がね、よくない。後悔、好きな方法で倒しな。俺ならワイヤーだ。いや、じゃあワイヤーあと1体しよう。じゃあワイヤー使わせてもらおうか。賢いな。いや、さあこれ、ういっと、なんだってあの野郎。アッツアッツワッツワッツ。ちょっと待ってくれ、ワイヤー使うともうこんなにも大変か。超えてくるんだが、ワイヤーピョインと超えてくるんだが、アンサー驚いたか。いてててあいたあたあた。さあ来い。まだけどあんまり効かないでしょ。おお、そんな範囲攻撃もできる。完全にしびれるまで結構かかる。蓄積がもう全然持たない。あいつのせいでやっぱり大変なことになった。おう、いただきます。これで最後だ。どうも、赤毛さん、こんな日もあるもんだ。よし、やっ倒した。というか、なんか、あんたのおかげで助かった。狩りとなると話は別だ。あ、そうなんだね。ちゃんとお礼させてくれよ。おお、お礼してもらおうじゃないか。オセラムの罠師なんだね。はいはい。あ、ちょっと待って、イノシシおる。
さい。ネムシさんごめんなさい。オッケー。よし。ヒカゲさん、ちょっといいかな。はいよ。オッケーオッケー。いいよ。何？はい。じゃあサーリスさん。はい。あんたは一瞬でスクランジャーを倒したが、救世主です。ヴァンガードは随分手間取ってたぜ。あ、そうなんだ。ヴァンガードがここにいたのか。ああ、ついさっきな、ブリスルバックをやって南へ行った。ほう。ところが、死骸を漁りにスクランジャーどもがご登場さ。ああ、なるほど。それで困ってた。ブリスルバックも現れた。冗談抜きで、ここはやばいぜ。それでヴァンガードも南へ。多分な、谷にあふれ返った奴らを、ヴァンガードが一匹残らず掃除するんだってよ。なるほど。待ちな、赤毛さん。うん。恐れの谷を旅するなら、トラップキャスターを持って行け。え、いいんですか？そこらのトラップキャスターじゃない。俺のオリジナル。ただでやるよ。ありがとうございます。なんかデザインもいいね。うん。だろう。調整は一度も欠かしたことがないぜ。ここなら改造しやすい。チェーンスクリープじゃ、うん、面倒も多くてよ。面倒も。何があったんですか？チェーンスクレープで。まあ、ちょっと同じような。チェーンスクレープで何かあったのか？誰かさん。あの、めんどくさそうなやつ？粘着質のやつ。ああ、そうだ、ウルバンだな、ウルバン。はいはいはい。町の伯爵様気取りでさ。住民からもてはやされてな。ウルバンとって何なんだ？まだ俺があの町にいた頃、奴が俺の作品を気に入ってよ。おお、ありがたいじゃん、それは。しつこく迫られて。ああ、そういう感じ？続けたら怒りを買ったようでな。なるほど。証拠はないが、多分あの俺の作業場を燃やしたんだ。怖。以来奴とは関わらないようにしてる。なるほど。ケーブルカーの男から聞いたけど、ブリスバックは昨日現れたんだって。カーンは元気か？昔はあいつと二人でよく問題を起こしてよ。あの時なんか、ブリスルバックを教えてくれ。そうだよ。カーンの言う通り、あの機械が出たのは昨日からだ。昨日ね。ヴァンガードとあんたが助けに来てくれて、俺は本当についてたぜ。なんか、何が、なんかのトリガーがあるのかな。そろそろ行かないと。うん。トラップキャスターをありがとう。ありがとうね。ブリスルバックはあんたに任せて、俺は狩場に向かうとするよ。トラップキャスターの腕試しができる。挑戦したかったら寄ってきな。ああ、了解。用事が済んだら寄ってみるかも。うんうん。エレンドは南に向かった。フォーカスで彼の足取りを追えるはずだ。うんうん。標準しながら R2 で一本目打ち込みって懐かしいね、こういうのね。はい。ありがとうね。本当に。他に何か用か？いや、特にないんだけど、ちょっともう一回ね、話しかける習性があるから。俺が喋り続けるからな。気をつけて。うん、はい。はい、トラップワイヤーを作動した。はい。あ、ちゃんちゃん。いいね。お、あとなんか、なかったっけ？この上、とりあえず登れるわけだ。ちょっと登ってみるか。あら。お、サンキュー。こんな場所ね、すごい。